今年の秋のの秋受受賞賞者がが決ままり、県内では11人が受賞しました。業務に励み模範となる人に贈られる王珠褒章は霧島市の茶業、有村浩二さん鹿児島市の住宅建設業、坂瀬川勇さん鹿児島市の茶業、坂上俊治さん日置市の内装仕上げ工事業、中村俊夫さん 渋谷市の宅地建物取引業、牧野幸男さん南薩摩市の土地家屋調査事業、三重健一さんの六人が受賞しました公共の利益に貢献した人に贈られる乱受報奨は有水町の保護士、内村幸男さん鹿児島市の民生児童委員、寛光涼子さん伊佐市の保護士、下野美穂子さん 鹿児島市の元県卸売主犯組合理事長本坊昭一郎さん奄美市の元朝廷委員松町子さんの5人が受賞しました報奨の伝達式は後日関係する省庁で行われます